コロナ禍で外出を控えていると、どうしても運動不足になりがちです。健康で長生きのためには運動が欠かせませんので、この時期に体づくりのためにはどうすればいいのかということについてお話をしていきたいと思います。自粛生活が続いて生活はもちろん体調に変化が訪れたというお話をよく聞きますが、具体的にはどんなことが挙げられますか 日本整形外科学会が行ったアンケート調査によると、コロナ禍の自粛により、階段が上りづらくなった、早く歩けなくなった、つまずきやすくなったという回答が、特に高齢者になるほど多く見られました。運動動不足足ににになるることででのの作に影響が出てくすすね。それ以外には何かかありますか ままたたた。同時に、に精神的もも気力がなくなくくったという回答も多く見られましたやはり外出の機会が減ったことで運動不足になり移動能力が低下つまりロコモになってまた一方で精神的にも大きなストレスになっているということがわかります。ロコモとはロコモティブシンドロームのことです。 体力が落ちて移動能力が低下してしまうことを言いますが、コロナ自粛期間中にロコモになってしまう人が増えている可能性が高いと思われます。ロコモの重症化、つまり移動能力が低下すると、結果的に寝たきりや要介護状態ということになってしまいますので、健康で長生きのためには、まずはロコモにならないことが大事です。 ロコモを防止するためにはどんなことに気をつけたらいいでしょうかロコモにならないためにできることなら天気のいい日には外に出て日光に当たりながらのウォーキングま散歩ですねがいいですよねこの時少しだけでもいいですから肌を出して太陽に当たるということで体内のビタミン D を増やすことができますビタミン D は 骨や筋肉を強くするのに大切なビタミンですので、ぜひ日光に当たりながらの散歩やウォーキングをお勧めします。体力増進はもちろん、精神的ストレス発散のためにも、たまには外に出て汗をかいてみてはいかがでしょうか。